きるサッカーを体現した男。2018年、鹿島のレジェンドがまた一人現役を退きました。彼の名は小笠原光雄。鹿島で18回もの優勝を経験しているレジェンド。彼の引退からすでに3年ちょっと経っている今、もしかしたら彼の存在を知らない人もいるのではと思ったので、今回は小笠原選手についての動画を作っていこうと思います。まあ実際はまだそんな人は少ないかもしれませんが、いつか小笠原って誰だという人がもしかしたら現れるかもしれないので、そういった未来の鹿島サポのためにも今回動画を作っていこうと思います。ずっと作ろうと思っていたのですが、正直動画一本で収まるような存在ではないんですよね。そんなことは皆さんもご理解いただいていると信じて、大まかに小笠原光雄の鹿島での現役生活を振り返ります。このチャンネルでは鹿島サポ歴19年目の私が鹿島に関する動画を上げています。1月12日より半年で登録者1万人を目指す無謀なチャレンジをしております。鹿島サポもそうでない方もぜひチャンネル登録をお願いいたします。選手との名称は継承略とさせていただきます。あらかじめご理解ご了承ください。それでは本編へ参りましょう。岩手県盛岡市出身の小笠原は小学3年生の時にサッカーを始めます。6年生の時にはキャプテンとして全日本少年サッカー大会にも出場を収めています。名ボランチとして名を馳せた彼ですが、当時のポジションは実はフォワード。持ち味のスピードを生かし、ドリブルでどんどん仕掛けていく選手だったそうです。中学に入ると自分で点を取るプレーよりもパスを出しアシストを取ることの喜びを知るように。プロになってからの小笠原も若い頃はパサーといったイメージが強かったので、そのあたりの基礎は中学時代に出来上がったのかもしれませんね。高校は岩手県にある大船渡高校へ進学。地元にある名門盛岡商業ではなく、あえて大船渡を選んだのには理由があります。盛岡商業を名門に育て上げた監督が大船渡へ転勤することになったのです。その監督の名前は斉藤重信。小笠原は彼の元でサッカーをするために大船渡高校を選びました。さらに高校入学と同時に斉藤監督の家で下宿をすることになります。15歳で究極の選択をした理由の一つには親元を離れたかったというのがあったそう。反抗期ならではの理由でもありますが、下宿先での斉藤監督は親よりも厳しかったみたいです。高校入学前から東北では名を馳せていた小笠原ですが、 U16 日本代表の合宿に参加すると上には上がいることを知ります。彼にそんな現実を突きつけたのは天才小野伸二。ゴールデンエイジと呼ばれた世代の先頭を常に走っていた小野を見ると、自分の実力不足や自分が試合に出れないことにも納得せざるを得なかったみたいですね。彼らの関係はプロになってからもずっと続くことになります。話は少し戻りますが、小笠原を擁する大船渡高校は2年連続で選手権の全国大会に出場。3年時にはベスト16という成績を収めたのとともに、小笠原は大会優秀選手にも選ばれます。その後1998年に鹿島に入団。同期には元山、中田浩二、曽我鳩などがいました。晴れてプロとなった小笠原ですが、プロ2年目には日本サッカー界に新たな記録をもたらすことに。それは小野や小笠原が中心となった奇跡の年代、ゴールデンエイジが日本代表として世界に名を轟かせたナイジェリアで行われたワールドユース。今では FIFA U20 ワールドカップと呼ばれている大会ですね。彼らはこの大会で躍進を遂げ、FIFA 主催の世界大会で史上初となる準優勝に輝きます。トルシエ率いる U20 日本代表は決勝でシャビ擁するスペインに負けてしまいましたが、小笠原は中田浩二や元山と共にスタメンで出場し、世界に日本の名を知らしめました。2000年になると鹿島でスタメンに定着。その年にナビスコ、天皇杯、リーグ全てで優勝し、見事に国内3冠を成し遂げたのです。1年には背番号が17から8に変更。今では40のイメージが強い彼ですが、私の中では少しだけ8番のイメージも残っています。その年の鹿島は小笠原の劇的なフリーキックによる V ゴールでリーグ連覇を成し遂げました。チームは順調に上昇軍団としての道を歩んでいましたが、小笠原自身はトルシエから U22 日本代表を外されるなど、個人としては苦労している側面もありました。2002年に日韓共同で行われたワールドカップでは、同世代である小野、稲本、中田浩二らは順調に A 代表のレギュラーの座をつかむ一方で、小笠原の出場時間はたったの6分。グループステージ突破がほぼ確定してからの出場でした。ワールドカップ終了後の2003年には鹿島でゲームキャプテンを務めることに。当時のキャプテンだった秋田はまだ若手である小笠原に全てを背負わせることを決めました。2004年には A 代表で初得点を記録します。しかしその2日後に代表合宿を抜け出して他のメンバーと共に夜遊びに出かけるという規律違反を起こしてしまい、一時は招集を見送られるなんてこともありました。2005年には30試合に出場し自己最多となる11得点を挙げます。日本代表としても序列を少しずつ上げ、ワールドカップのアジア予選突破に大きく貢献をしました。そして2006年に自身2度目となる
となるワールドカップ出場を果たします。しかし2試合に出場するも1勝もできず、決勝トーナメント進出とはなりませんでした。ワールドカップでは結果を残せませんでしたが、彼は自身初となる海外挑戦を表明するのです。行き先はイタリア、セリエ A の FC メッシーナ。10ヶ月のレンタルという形で鹿島の8番は移籍を果たしました。鹿島ではゲームをコントロールするオフェンシブなポジションを担っていた大沢でしたが、イタリアでのシステムと自分のプレーが合わず、ポジションを一つ下げることを決断。そこから守備をより意識するようになったそうです。さらにメッシーナはセリエ A の中でも下位チームであり、とにかく目の前のボールを奪い切ることが求められました。結果としてはこのイタリアでの1年間が後の鹿島に大きな影響を及ぼすのですが、当時の小笠原自身の出場試合数はカップ戦含めて8試合、決して目に見えるような大きな成功とは言えないかもしれません。ですがそんな守備の人間となった小笠原は翌年鹿島に復帰することになります。2007年シーズン途中、彼は背番号40をつけ鹿島に復帰。野沢が8番をつけていたこともありますが、当時つけられる番号の中で一番大きな背番号を選んだとのこと。今では大きい背番号こそステータスみたいになっていますが、当時では主力選手が40番というのはそこそこ珍しかったと思います。小笠原が復帰した時鹿島は4位、一応上位争いはしているものの、その年アジアを制した浦和がリーグ戦もダントツで首位を走っていました。小笠原が復帰して以降、鹿島は16試合でたったの2敗、そしてリーグ最終節で逆転優勝。2007年からの3連覇の話はこちらの動画でも触れていますので、この動画を見終わった後にぜひこちらもご覧くださいね。2008年には全治10ヶ月の大怪我をしており、引退をほのめかす発言をしていたものの、2009年の開幕戦で復帰、怪我からわずか5ヶ月しか経っていませんでした。3連覇目を果たしたその年には J リーグ最優秀選手賞を受賞しています。鹿島を3連覇に導く活躍をしていた小笠原ですが、2006年のワールドカップ以降 A 代表には全く招集されていませんでした。しかし当時の A 代表の岡田監督は満を持してリーグ MVP の招集を決断します。そして小笠原は1321日ぶりの日本代表復帰を果たすこととなりました。しかしながらその後の2010年のワールドカップ本大会では正規メンバーに選ばれることはなく、予備登録として選出されたのでした。2010年の鹿島はリーグ4位に終わり、4連覇とはならなかったものの、天皇杯の元日決勝で清水相手に勝利し、見事に優勝を収めます。2011年3月に日本を襲った東日本大震災後には、地元を含む被災地での支援活動を積極的に行いました。小笠原光雄のサッカー人生を語る上では、この時の出来事をスルーするわけにはいきません。被災者の方々に比べたら僕なんて全然大変じゃない、そう語った小笠原はキングカズや選手会に協力を求め、震災からわずか3週間後に復興支援マッチを開催することを決めます。キングカズによる伝説のゴールが生まれたあの試合ですね。ゴールを決められたザッケローニでさえあのゴールを喜んでいました。その後小笠原は正式に東北人魂を持つ J 選手の会を立ち上げます。東北のサッカー復興を目指して作られた団体で、小笠原や今野、柴崎岳などが発起人となっており、震災から10年以上経った今もそれぞれが活動を続けています。小笠原自身、小笠カップという大会を主催したり、大船渡市のグラウンドを人工芝に整備したりなど、被災地に人が来る流れを作るために今もなお精力的に活動を続けています。さて話は2011年の J リーグに戻ります。鹿島はリーグ戦で6位と上位争いに食い込むことはできませんでしたが、ナビスコカップの決勝で浦和を破り見事に優勝。さらに翌年2012年にもナビスコを制覇しており2連覇を収めます。このあたりで皆様お気づきかもしれませんが、小笠原光雄の歴史をたどるということは、すなわち鹿島の歴史をたどるのと同じと言っても過言ではないんですよね。2007年に復帰して以降、毎年のようにタイトルを獲得できているのは、やはり小笠原光雄という男がチーム内にいるということが一番大きかったのでしょう。その後数年間タイトルからは遠ざかりますが、2015年にもナビスコカップを制覇すると、2016年にはリーグと天皇杯の2冠に大きく貢献します。この年はリーグ戦で0ゴール0アシストと目に見える結果は残していませんでしたが、やはり試合での存在感や相手の攻撃の目を潰しに行く姿はさらに磨かれており、鹿島の勝つためのスタイルを体現する選手となっていました。しかし2017年にはレオシルバの加入やミサオケントの台頭もあり、出場機会は半減。それでも小笠原がベンチにいるだけで選手サポーターともに安心感と緊張感があったと思います。リーグ戦は最終節でまさかの逆転優勝を許す形に。翌2018年はさらに出場機会を減らし、リーグ戦では14試合の出場のみとなります。ベンチ外が続いたことから最後だなという気持ちが芽生えたそう。小笠原が試合に出るときは常に他の選手が怪我や出場停止になったときで、それなら若い選手が試合に出るべきだと判断し、2018年のシーズン終了後に引退することを決断したみたいです。そんな2018年、鹿島は ACL を制覇、初のアジアチャンピオンを手にします。
優勝のトロフィーを掲げたのは小笠原。庄司から半ば強制的に持たされる形でしたが、やはり優勝カップを掲げる姿は似合いますね。そしてその後行われたクラブワールドカップを最後に現役を引退しました。鹿島で17個ものタイトルを手にした小笠原ですが、取ったタイトルの嬉しさよりも取れなかったタイトルの悔しさが大きいそうです。このような向上心があったからこそ17個ものタイトルを手にすることができたのでしょう。以前小笠原が那須大輔のチャンネルに出演した際、プロで長くやれた理由についてライバル心があったからだと語っていました。同世代や同期のメンバーに絶対負けないという強い気持ちがあったからこそ常にトップレベルでプレーできていたのでしょうね。引退後の2019年には J リーグ功労選手賞を授与されました。今は鹿島のテクニカルアドバイザーとして育成年代の指導を務めています。きっと勝つためのサッカーを10代の子たちに仕込んでいるはずです。あと数年経ったら小笠原の教え子という肩書きを持った選手がたくさん出てくるかもしれませんね。2022年からは鹿島に復帰した鈴木優馬が背番号40を背負っています。ジーコから小笠原へ、そして小笠原から鈴木優馬へ、鹿島の勝ちにこだわるサッカーは確実に下の年代へ受け継がれているはずです。我々サポーターは選手を信じて、ぜひとも優勝に向けて応援をし続けていきたいですね。ということで今回は鹿島のレジェンド小笠原光雄選手について振り返ってみました。鹿島が獲得した20個のタイトルのうち17個に関わっているという事実はやばいですよね。今日の動画はこれでおしまいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら他の動画も見ていってくださいね。ではまた。